こんにちは、山中もとむです。今日は都内で食べられるアフリカ料理ビュッフェというテーマでお話しします。普段とは違ったいろんなものを食べてみたい、また気軽に小旅行気分を味わってみたいという方、おすすめの内容になっています。今回は都内で気軽にアフリカトーゴという国の料理ビュッフェ形式で食べられるレストラン、私実際に行ってきたので紹介します。今回紹介するのは東京赤坂にあるエコロロニョンという名前のお店です。こちら日本で唯一のアフリカトーゴという国の料理食べられるレストランです。どんなレストランだったのか私実際に行ってきたので紹介します。お店中入ろうとすると入り口トーゴの国旗なども掲げられていて、異国情緒を感じるような感じになっています。内部お店見てみるといろいろな方の色紙なども飾られていました。場所赤坂なので TBS を訪れた有名人の方々がもしかしたら多く訪れていたのかもしれません。店内はアフリカトーゴを意識されていて、トーゴの地図なども飾ってありました。お店のメニュー、私が行った時ランチでビュッフェがありました。どんなものなのか、ビュッフェ内容は3つです。1つ、味弟子という白米にかけるカレーのようなものです。甘めのカレーです。そしてもう1つ、クスクスという世界最小のパスタとも呼ばれているアフリカでは有名な主食になるもの、それにヘルシーな野菜などがチキンと一緒に入っていました。そしてもう1つ、アボボというツナが下味になっている豆の煮込みです。これにキャッサバ芋の粉をかけて食べます。どんなものなのか、私が取った時はプレート形式でビュッフェで食べられるというものでした。一番最初、味弟子チキンとピーナッツの煮込みです。どんな味がするのか、作った時一番最初は玉ねぎが取れました。それではいただきます。味、辛みがなく日本人でも親しみやすいような味付けになっていました。もう一つ、今度はクスクス食べてみます。アフリカでは有名な主食です。こちらもいただきます。クスクスも日本人でもとつきやすいような味付けになっていました。そしてもう一つ、アボボをいただきます。こちらはツナを下味になっていて豆と煮込んだものです。その上にキャッサバの芋の粉状のものをかけるものです。見た目は豆しかないんですが、下味にツナがあるからこそしっかりとした味付けで美味しかったです。味調整したいという方はお店の方辛みをくれました。またこのビュッフェ形式のもの以外にもワンプレートで食べられる料理などもこのお店ではありました。ちなみにどのくらい値段するのか気になった方もいるかもしれません。私が食べたランチのビュッフェ、お値段は1000円でした。普段なかなか旅行などは行けないけど気軽に小旅行の気分を味わいたいという方にはおすすめのレストランです。普段あまり馴染みがないかもしれないアフリカ料理について行ってみたいという方、おすすめです。普段このチャンネルでは私これまで国内はもちろん海外59の国と地域に行った経験から、皆さんが旅行を100倍楽しむ方法、また皆さんへおすすめのお出かけスポット、旅行先をお伝えしています。参考になったという方はいいねの高評価、またチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。